8月8日金曜日、今日も始まりましたフライデースクールレディオショーフライバーン、パーソナリティの藤野孝道です。中谷舞です。 DJ 坊主と、それから今日も KRD8 から、はい、来ていただいてま す。今日のメンバーはこちらです。はい、何をやってもブキッチだけど一生懸命頑張ります、マイマイこと宮脇舞です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでこっち見てます、なんかキュートと思って、うん、ありがとうございます。キュンってくる ね、 、うん、ね、夜だからテンション上がりますね。ちょっと上がるねこれね、うん、いやというわけで今回は、はい、マイマイという方が初めて登場してくださったということですね、はい、ですね。マイマイ今日からよろしくお願いします、ね、はい、よろしくお願いします。まえちゃん拗ねないでね。拗ねません。もうこれだけ年齢差が離れてるとなんて可愛いんだろうとしか思わないです。声もよくわかります。二人の声の違いが本当どういうことそれ、うん、かすれてるってこと私の声。いやないよ。違う違う、そんなもうひねくれないです、まあ、フレッシュさはないですけれどもね、落ち着いた声だなということで聞き比べていただいたら、うんうん、はい。あとお名前もあれですよね、マイマイと中谷舞で、うん、マイ3つになりますね。はい、はい、うん、ダブルマイマイですということで私も一生懸命頑張りたいと思います、お願いします。あの結構分からへんからやめるはい、ごめんなさい。さあちょっとね、あの台風も気になってるところではありますが、そうですね、はい、ね、もうちょっとまあでもなんか台風ちょっとスピードも速くなって、うん、この週末日曜日ぐらいにはもうだいぶ抜けきってるんやろうなっていうような感じなんでね。そうですね、うん、まあでも雨の量が結構多いというふうにニュースでもされてましたんで、はい、皆さん十分 ね、 ね、用事がない限りはもうできるだけお外に出ないのが週末ですけどね、うん、安全かなと思いますね。そうですね、今後の情報もしっかりとチェックしておいてください。はい、さあそれではですね、先週に引き続きメッセージがですねものすごく来ております。はい、あのもうちょっとね、あの多分全ての時間ではですね、あの紹介しきれないかもしれないぐらいなので、ちょっとこのオープニングの時間からですねちょっとだけ読んでいこうかなと思いますので、はいはいはい、はい、マイどうぞ。はい、はい、どうぞ。KK さんからワンバンラジオにより宮脇舞さんの地元加古川も活性できますね。親の目の届く範囲で生まれ育った地元を一生懸命に活性化して汗を流す姿を見て私たちファンも元気をもらっています。これからも変わらず応援するのでどうぞよろしくお願いします。次はスギちゃんさんから、最近毎日22時とか23時の帰りなのですが珍しく早く帰れたのでバンバンラジオ聞いています、うん、川西からです。おお、川西から、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次は旦那さんから、藤野さん、まいちゃん、はい、こんばんは。こんばんは。そしてまいまい、いや教祖様出演おめでとう、ありがとうございます。これどういうこと教祖様って。教祖様、はい、先週の放送で来週まいちゃんが二人になるから呼び方どうしましょうとおっしゃられていましたが、そんな心配は無用です。だって宮脇舞ちゃんはファンからマイマイ教の教祖様と崇められています。へなので舞ちゃんはこれまで通り舞ちゃん、そして宮脇舞ちゃんは教祖様でどうでしょうか。名前の呼び方ご提案くださってるんですね、ありがとうございます。聞きましたね、聞いてみるもんですね。どういうことなんですかマイマイ教って。実はですね、私も知らない間でちょっと広まってたんですよ。ファンの方が名付けてくださってたってことですか。そうです、あのもともとメンバーの子がツイッターで私の名前をずっとマイ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 って連呼してたら、なんかお経みたいだねっていうところから何がどうなってかわからないんですけど教祖様って呼ばれるようになりました。そうなんです、うん、じゃあご提案通りこの度から教祖様ってお呼びしてもいいんですか。わかりました、じゃあ教祖様でお願いします。教祖様お願いします、はい、よろしくお願いします。すごいですね、坊主さんがいれば教祖様もいる。おー、この番組私たち凡人でしたね。ね、そんなことないです。次は奈良市のじゅんさんから、こんばんは、今日も KRD のメン
ンバーからマイマイこと宮脇舞さんがアシスタントを務めるということでありがたく拝聴しております。実はマイマイは KRD のファンの中ではマイマイ教の教祖様と呼ばれていて非常にありがたい存在なのです、うん本日もラジオの前でたくさんのマイマイ教のファン、いえ信者の方はマイ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 とおまじないを唱えていると思います。本当に次は長野純一さんから。はい、はい、ありがとうございます。今日は、フライバー初出演おめでとうございます。サッピとともに KRD のレギュラーがメンバーがレギュラー番組を持てるということはとても嬉しく思います、うん、声の調子はどうですか。マイマイは声が弱いみたいだからよく水分をとって喉飴を舐めて焦らず落ち着いてアシスタントを務めてください。マイマイ喉痛めてたの。そうだね、ちょっと今ね喉がガラガラしてるんです。あ、そう、ちょっと気をつけて。そうですね、はい、でまた、メッセージもうちょっとあると思いますが、はい、ちょっとねまた後ほど、はいはい呼んでいきたいと思います、はいそれではですね、はい、ここでちょっと空気を変えてですね、先週も出していただきましたクイズですね、はい毎週 KRD8 のメンバーから黒田官兵衛にまつわるクイズでこちらをですね、はい出していただきます。で、当選者の方には先週は初登場記念ということでうちは5枚それから、ステッカー1枚ですね、はいこれをプレゼントで出してたんですが、うん、先週なんとですね5名のうちわの当選者決まったんですが、はい、1人ですねちょっとこちらメッセージが来ておりまして、バーネーム直樹さん、はい先週の放送で KRD のうちわが当たったものです。他の方はうちわが届いてるみたいなのですがこちらにはまだ届いておりません。あら、発送してもらえてるんでしょうかっていうことなんですが、ちょっとこちらのバンバンラジオのスタジオの方にですねまだ住所がしっかりと届いてなかったみたいでして、ですのでもう一度送り先の住所氏名をこの同じアドレス宛てで送っていただいて、うんはいまだ現在も届いてないんですよね。そうです、こちらでスタッフが、はい、直樹さんの分のうちわを今も持っています。はい、はいはい、住所を送ってきてください、はい、すぐに発送するようです、はい、うちわをスタンバイ済みですということで今日の問題いきましょうか。はい、はい、今日の問題は官兵衛の家紋の花は何でしょう。黒田家の、私知ってますよ黒田家のね、黒田家の家紋、はい、に使われている花の名前、はい、花の名前は何でしょうかという問題です、はい、ぜひお待ちしております。はい、分かった方はぜひ送ってきてください。メールアドレス 869@bnbn.jp ハロー9@bnbn.jp ファックスナンバーは 079-424-0869-424-0869 までお願いいたします。それから古今東西ジェネレーションラップの今日のテーマはお城でしたよね、はいはい、そうです、好きなお城ということでお待ちしております、今日のメッセージテーマ好きなお城、そして官兵衛クイズの答え、それからリクエスト曲、こちらも添えてぜひたくさんメッセージをお寄せください。お待ちしております。それでは今日の1曲目に参りましょう。夏ということで、まあ、夏といえばサザンですが、そのカバー曲を今日は持ってきました。ブラジル人とのハーフの方なんですね、ちょっとおしゃれなカバーに仕上がっております。ハヤト香織でやーやーあの時を忘れない。Voltar atrás mais uma vez,「懐かしい時を」
sugar.